私の出身福島の浪江という隣町の人が、そのお父さんが、横浜の泉区で中小企業の商売をしておりまして、そんな関係で、交流があったわけでありまして、お父さんから息子の売却を頼まれたわけでございまして、連れられて行って、そこが、たまたま暴力団関係者のということが分かったものですから、まあ、私自身は、それが一度でありますが、そういう関係をしたこと自体大変申し訳ないと思っております。過去のことであれ、皆さんに、誤解を招くようなことがあったために、率直に反省し、また現時点で今後こうした指摘を受けないように医療を正し職務にしっかりと果たして職責を果たしてまいりたいと